まあ、将来 AGI ですね、あるいは ASI、アーティシャルジェネラルインテリジェンス、一般汎用、人工知能、それからスーパー、アーティシャルスーパーインテリジェンス、人工超知能ができたときに、それは当然人間の知性を超えてるわけですから、ASI の方が特にね。AGI もだからまあ、エリック・シュミットの予想によると数年以内に全人類合わせた、知性よりも、高い知性を持つ AI ができるかもしれないっていう、まあ、それを AGI というのかどうかちょっと、まあ、難しいところですけど、一人の人間の知性と同等を AGI というのか、人類の全部知性を合わせたものを AGI というのかっていうのは、そこ定義の問題なんで、まあ、いずれにせよそういうものができたときに、当然その XAI、説明可能の AI っていう、そのパラダイムでは捉えきれなくなるわけですよね。つまり人間の知性を超えてるわけですから、人間同士でもね、賢い人が何か説明しようとするときに、相手に分かるように説明するってなかなか難しいことがあるわけじゃないですか。だからましてや、人間をの知性をコレクティブに超えた AI ができたときに、その AI が人間に何かを説明するっていう XAI っていう、まあ、そういう要求はもちろんAI アライメントとか AI セーフティーの視点からは必要とされるんでしょうけど、だけどその要求を外さないと、その何て言うかな、 AI とか ASI の、まあ、能力を十分に使えないということもあるわけでしょ。でじゃあそういう時にこいつは何やってんだ、これなんか変な、なんかやってるね、この、というかなんかやってんだよね、面白い現象ですね。でまあ、でその時にね、まあ、とは言いながら人間となんかインタラクションをする必要が出てくることがあるでしょう。そういうなんか AGI とか ASI ができた時に、でそれがいわゆる XAI ではないとして、じゃあ人間がなんかやり取りする時に、そういう AGI とか ASI に質問をするということが考えられるわけですよね。でその質問をするっていう時に、じゃあ何の質問をするのかっていう、これがですね、難しいんだと思うんです。で、人間同士でも、いい質問、悪い質問ってのがあって、やっぱり、いい質問ってのはよく自分で考えて、練り上げられて、非常に鋭い視点を持つものがいい質問だと思うんですけど、一方でなんか丸投げの質問っていうか、何も考えてない質問ってありますよね。で、人間同士でも、あんまり何も考えてないような質問だと、回答する側も嫌になっちゃうっていうか、あんまりちゃんと答えたくないっていうか、どうせこいつ言っても、わかんねえんだろうなとか、思っちゃうから、あんまりちゃんと答えないじゃないですか。で人工知能と人間の場合、人工知能はそんなね、人間がなんかあんまり不用意な質問してもあんまりへそを曲げずに、答えてくれるかもしれないけども、それを人間が理解できるかどうかっていうのは別問題ですよね。まあ、いずれにせよその人工知能に質問するときにどういう質問をするのかっていうのは大きな問題で、でダグラス・アダムズが銀河系ヒッチハイクガイドで宇宙の究極の質問に対する答えとして42ってのを出したっていうのは、まあ、有名な話なんですが、で、それよりも大事なのは42って明らかにナンセンスなんだけど、あと、そもそも質問に対する答えってのはナンセンスかもしれないんで、で、質問の方がより重要かもしれないですよね。じゃあ、宇宙の究極の質問は何なのかってことを計算してたら、その計算してたのが地球というスーパーコンピューターで、その宇宙の究極の質問は何かってことを計算して、もうちょっとで答えが出るときに、地球がまあ銀河系のハイウェイを作るためにデモリッション破壊されてしまうっていうところから銀河系ヒッチハイクガイドが始まるわけなんですけども、まあ、非常になんか皮肉が込められてますよね。でじゃあもうそれは置いといて、何聞きますかね、 AGI とか ASI が爆誕したらね。これは非常に面白い話だと思うんですよね。まあ例えばね、ものすごくシンプルなナイーブな質問もあると思うんですよ。がんはどうやって克服できますかとか、認知症はどのように克服できますかとか。で、これは、機能的にどういうことを求めてるかってことが明確なんで、まあ、AI もなんか非常に複雑な、道筋を教えてくれるかもしれませんね。それがだから必ずしも理解できるものであるかどうかわかんないけども、教えてくれるかもしれない。それから、なんか、量子重力とかね、あと、時間の光逆性、過去と未来の非対称性って納得、何に起因するのかみたいな非常に難しい問題、あるいは量子学の観測問題とか、こういうのもナイーブに質問しても答えてくれるかもしれないですよね。一方でなんかその、まあ、じゃあ意識、脳から意識がどう生まれるかみたいなことも、ナイーブに聞いても答えてくれるかもしれないんだけど、ある意味ではそのじゃあ AI ASI が爆誕したと仮定して、
どういう質問するのか、例えばあの、脳と意識の関係についてはどういう質問ができるのかってことを考えること自体が、まあ、非常にクリエイティブだと思うんですよね。でそれは現時点でも AGI や ASI がない今の時点でも考えることができると思うんですよね。ひょっとすると AGI や ASI にどういう質問をしますかってことを考えること自体が人間にとっては非常に良いエクササイズになるのかもしれませんよね。でそういう時にじゃあまあ私の専門である脳と意識の関係についての興味深い質問って何なんだろうって、でハードプログラムとかそれはあんまり興味深い質問じゃないじゃないですか、まあ、当たり前なんで、ハードプログラムおそうですねみたいな感じでしょ。だから意識についての今理論とか言われてるものは全然興味深い質問をしてないんですよね。ある意味じゃナーゲルのコウモリであることはどういうことかっていうのもそんなに興味深い質問とは言えないかもしれない。だもうちょっとなんか突っ込みどころがあるというか、意識に関する質問というのはやっぱり AGI、ASI に質問するとちょっとやる気を引き出せないようなものかもしれないんで、もうちょっと面白い質問を考える必要があるのかなと、このように思います。以上、ハードトークでした。